バームクーヘンです、例えばですね、丸省帯川っていうところ行ってたんですよね。行ってきたんですけども、オーナーにですね、撮影していいですかっていう感じで尋ねたところ、ダメですって言われちゃいましたね。一言。で、あのポスターじゃないですけども、張り紙貼ってたんですけど、一部のモラルのない方が、なんか撮影したためっていう感じで書いてあったんですけど、まあどんなことされたんですかね。そこがなんかまあそういうもう完全にこっちをもう敵みたいな感じで見られちゃったんで、もう基本的にもう何かこっちがあの全国あのレトロ自販機回ってるものなんですけども、写真撮影させてもらっていいですかって言ったら、もうダメ、撮影はダメだけ、もう一言だから、もうそれ以上話すことがちょっとできなかったんで、もう引き下がりましたけども、一体何があのオーナーをそこまで激怒させたのかっていうのが知りたいですよね。逆に何をそんなに怒らせたのか。ちょっとですね、謎というか。まあまあしょうがないですね。まあ通り道なんで、まあ、特にこっちが何だろう、今のですね、あのところ遠回りしてわざわざこのところのために来たわけじゃないんで、まあキャップって言ってますけど、ちょっとがっかりしましたね。自分なんて別に何だろう、周りとか映さないし、何だろう、全然人も映さないようにして撮影することを心がけているんですけど、レトロジャンケの場合ですね。しかしもうかなり頑なですね。だから地元の人で細々とやってりゃいいみたいな感じなんですよね。まあ別れないでもないですけどね、そのオーナーの気持ちは。あんなちょこっとなんか来るだけで、なんだろう、その動画のなんだろう、その再生数稼ぎで自分たちは何も見れてないですからね、あのお店の。だから常連さんを愛してるっていうことなのかな。まあどういうことをされたのか、ちょっとネットでまた載ってないとは思いますけどね、ちょっと調べてみようかなと思ってますけども、まあ一応これで今日はですね、終了ティングっていうかですね、終了には、今日の目標は終わったので、どうするかはですね、またちょっと考えますけど、ちょっと後味が最後の最後に悪かったですね。だってなんかまああんまりなんか後味悪すぎたな。もう最後の最後これだからな。まあいいか、あんまり深く考えない方がいいわ。まあしょうがないとしか言いようないですね。どんなことをされたんだろう。面白おかしくわかったみたいなことやったのかな。一回なんだっけ、あそこの金明館っていうところのですね、自販機コーナーありましたけども、山口ですね、あそこの時も一度断られたんですよ。なんかちょっとまあ何か
で何かをやったんでしょうね、そこがちょっとあんまりですね分かんないですね、なんでそれがダメになったか。まあしょうがないですね、あれは。まあ自分が例えばそうなってもなんかムカつくっていう感じがするかもしれないですね。なんか YouTuber みたいのが来てワイ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 騒いで、自分のとこ何も得ないですからね、あれ基本的に。自分たちは撮影料とかもらえればまた別ですけど、例えばまあ10万円払うとかね、例えばもうその撮影させてもらうので10万円払いますだったらまあ100分ですと分かりますよ、それは。ただ撮影させてあげてわざわざなんか店の邪魔で多分まあその常連さんとか居心地悪くなるというかっていう感じがあると思うんですよ。まあいろんな面でまあちょっとやめちゃったんですけど、まあ自分も自分でまあ撮影していいですかって感じで、まあちょっと全国回ってるんでって感じでそれ言って、まあ普通にただいつものパターンで言ってるんですけども、それ断られたんで、まああとはもう帰るしかないですからね。そこでまた、あ、分かりましたって、そこで飯食ってるのもおかしいですからね。まあそんな感じで、今回は撤収ですね。まあもう二度と来ることはないでしょう。多分3年前か4年前ですかね。一度、来てて、その時は動画撮影とかもしてるんですよね。あの女じゃない人ですかね、従業員の。パートかなんかわかんないけど、従業員のスタッフさんにあのお湯を入れてもらってラーメン食べたんですよ。それはちょっとあの思い出があるんですけど、よかったなっていう思い出があるんですけどね。その後に何かなされちゃったんでしょうね。そこはちょっとがっかりですね。せっかくまあ以上そこの、ここだけを目的に来たわけじゃないので、まあついでっつったら語弊がありますけども、この全部、今回はあのアライア、自販機コーナーと、あとは、オートパーラー塩屋と、あと今のですねマルショー尾身川ですね、そこをちょっと行くっていう感じで計画してましたので、ちょっとまあがっかりですね。まあしょうがないですけどね、ことばっかりは。でも隠れとったらまたね大変なことになりますからね、それはそれで、な感じですよね。今ですね、あの県道44号線走ってるところですね。これ多分またしばらく、今時間的にはですね、あと2時間ぐらい走りそうなんで、一旦ここでちょっと終了しますんで、またちょっとなんか霧のいいところでまた流したいと思います。ありがとうございました。はい、タイヤ番空編です。はい、ですね、こっから、道民までですね、今向かう動画をちょっとですね、お送りしたいと思います。今これはですね国道51号線ですね。多分もう千葉市入ったんじゃないかな、平井大橋なんとか、まあこれ関係ないか。
ったなぁ。袖ヶ浦。
場駅の目の前ですね。セントラルコート、そうだ。天然温泉蘇我浜の湯ドーミーンデイリですね。完全信号無視ね、こいつ。お疲れ様でした。じゃあ一回切りまーす。